新型コロナウイルスの影響で2年ぶりとなった日南での一軍春季キャンプは歓迎式から始まりました。最後にはうちのビッグボスを胴上げしましょう。最高でお願いします。最高。快晴の中行われた練習では選手たちが引き締まった表情を見せていました。また去年は感染対策のためにいなかった観客も2年ぶりに入場可能になりました。なかなか大きな声を上げたりとか活気、いつもより違うキャンプに見られるかもしれませんけど、まあ選手はねその中でもしっかりと体を動かした中で、いい準備して、チーム一丸となって、優勝を目指して、頑張っていきたいなと思います。今キャンプ一番乗りでブルペン入りしたのは3年ぶりの一軍スタートとなった中崎。変化球を交えて44球を投げ込みました。完璧ではなかったですけど、まあかなと思います。初日だったんで、力まず、しっかりと投げればいいかなというところで、それは大丈夫だったかなと思います。しっかりと練習してトレーニングして、チームの戦力になれるように、仕上げていければいいかなと思います。即戦力との呼び声高いルーキー3投手も揃ってブルペン入り。自主トレで投げた球数を超えないようにという制限がある中、ドラフト1位の黒原はキャッチャーを座らせ34球。同じくドラフト2位の森も30球。気迫のこもった投球を見せました。やっぱり自分はこう気持ちだったり、強気に投げ込んでいく姿勢だったり、闘争心みたいなものをもっと出して、ガツガツやっていければなというふうに思います。緊張していたまいかなかったんで、でもその中でもバランスよくは投げてるんじゃないかなと思います。なんとかしっかり食らいついて、最後まで残ってポジションというかしっかり取れるように、やっていきたいと思います。開幕に向け熾烈な競争が始まりました。